ナビゲーターの石田ゆり子です。この番組は不定期で日曜日深夜にお届けしているラジオプログラムです。今回で7回目、前回のオンエアが6月12日だったので約1ヶ月半ぶりです。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。私はとにかく暑さと湿気が苦手なもので、なかなかこう辛いですね。この夏は本当に暑いです。はい、そして前回のオンエアは TBS アナウンサーの安住紳一郎さんが、来てくださいましたね。オンエアの後の TBS テレビザ・タイムでこの番組について触れてくださったり、 TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国で感想を語ってくれたりしていました。安住さん、本当にお忙しい中来ていただいてありがとうございました。私はですね、安住紳一郎さんから本当にすごく大事なことを教わったなと思っていて、それはですね、自分が思っているのと10倍ぐらいの明るさだったかな、なんかパワーで挨拶しろと言われて、なんかすごくねハッとしたんです。自分のトーンはね、やっぱりラジオには多分おとなしすぎるっていうか、まあ、分からない、私はそれでいいと思ってたんですけど、安住さん的にはもっとはっきりこうパンパンと言えっていう感じだったんでしょうかね。でもオンエアを聞いて私も本当そうだなって思いました。はい、本当ありがとうございました。はい、そしてこれまでどんなゲストが出演しているのか番組のホームページでアップされていますので、 JWAVE のホームページからチェックしてください。さて、今日はゲストにジュジュさんをお迎えいたします。すごいですね、本当に毎回素晴らしいゲストが来てくださって、もう私は、まあ、毎回緊張でございますよ。はい、この番組でもね、ジュジュさんの楽曲は何度かオンエアしています。そして私がおすすめの本についてお話をしたり、皆さんから届いているおはがきも紹介していきます。そして楽曲はいつも私がセレクトしているんですが、今夜の1曲目はですね、ジュジュさんがいらっしゃるということで、この曲がジュジュさんのデビュー曲なんですね。あまりに素敵な曲で私はもうしびれました。ジュジュで光の中へ。石田ゆり子がナビゲート、 J-WAVE リリーズトーン。いやー、今年の夏はもう気づくとついつい言うもんかと思いながら言ってしまいますね。暑いと、暑い、本当に暑い。もう皆さんどんな対策をされていますか。私は最近ね、除湿機を買ったんです。この夏一番、まあ、夏ねまだ長いですけど、多分一番買ってよかったと思うもの、除湿機。除湿機って私実は初めて買ったんです。2台買ったんですけど、寝室用とリビング用と、スイッチ入れて一晩経つと1リットルぐらい水が取れてる。すごいでしょ。どういうことなんでしょうね。だからつまりそれをしなかったら私は1リットル以上の水と一緒に寝てるわけ、ね、なんかこうお風呂場で寝てるみたいな感じなのかな。あとプールサイドとかそんな感じですよ。でどうしてもその効果を知りたかったから、温度計と、湿度計が一緒になったやつ買ったんですね。それをいっぱい買ったんですよ、いろんなところに置こうと思って。そうするとね、除湿機をねかけるかかけないかでね、湿度はね 15% くらい違うの。すごいですね。そ
涼しさっていうのは温度ではなく湿度で感じるんだということがよく分かりました。気温が高くても湿度が低いと涼しいんですよね。だからパリが今ね、この間気温40度の湿度 15% っていう日があったけど、まあさすがに40度は暑いと思うけど、湿度 15% って砂漠ですよね。寒い？え？でもだからって寒い子もないでしょうしね。なんだろう、まあそれはそれでね、火事になりますから危険ですね。もうどっちもどっちですけど、私は湿度がとにかく苦手なんです。そんな話はどうでもいいですねそんな話はどうでもいいんですね。私は最近ですね、なんだかすごくライブづいていまして、ここ最近でも私の音楽の先生である大橋トリオさんのライブに行き、あいみょんさんのライブに行き、そしてジャズのライブとか、チック・コリアさんというそのジャズの巨匠の方のトリビュートコンサートに行ったり、あとピアニストの辻井伸之さんのコンサートサントリーホールに行ったり、まあなんだか芸術づいた日々を送っております。そして仕事ではですね、8月19日に全国公開の映画ハウのナレーションを担当しています。はい、ナレーションですよ。ナレーションだけなんですけど、ワンと泣けない犬ハウとちょっぴり気弱な青年タミオの絆が紡ぐ至福の感動作、田中圭さんが主演です。ぜひ映画館でご覧ください。ハウがねすっごい可愛いんです。そして延々お知らせしている2023年公開劇場版東京 MER 走る緊急救命室の出演が決定しております。いやこれもね、暑い中撮影頑張ってますよ皆さん、本当に。はい、そして、プライベートでは花子プロジェクトのクラウドファンディングが終わりました。本当にね、皆さんもびっくりするほどの方に支援していただいて、確か1万2千人ぐらいだったかな。もう本当にありがたく思っております。想像以上のご支援ありがとうございます。これからも頑張って続けてまいりますので、どうぞ末永く支えてください。それから聞かれてないけど、リリーさんの近況リリーさんっていう人がいてね、リリーさんっていうと大リリー・フランキーさんだと思われるとあれなんで名前を考えたんですけど、リリー・ストーンさんねリリー・ストーン、リリーに石ゆりのでリリー・ストーンで、さっきねびっくりしたんだけど、リリーストーンってカンマを取るとリリーストーンになるんだよね。ね、ダジャレ何これ、それを誰かダジャレでつけたのこの名前、違うよね。びっくりしちゃって怖い。だからリリーさんの名前はもうねめんどくさいから、リリーストーンって呼ぶことにします。リリーストーンさんは今細々となんか作ってるらしいなんかね、ちっちゃな、 なんか作品を一生懸命作ってるみたいですよ。でももうね実家に帰りましたあの人は実家に帰って細々と人知れず頑張っています。はい、それではここで一曲じゃあその実家に帰ったリリーストーンさんで東京の空。深夜にナビゲート、リリーズトーン。皆さんから届いているおはがきを紹介します。はい、ラジオネーム春野さん、ゆり子さんこんばんは。こんばんは。東京の空の MV
拝見しました。まさか自分の送った写真を採用していただけるとは思わず驚きましたが、とても嬉しかったです。だいぶ遅れてしまいましたが、感謝をお伝えしたくおはがきを送らせていただきました。ありがとうございました。これからも放送を楽しみにしています。はあ、あ、写真を送ってくださったんだね。ありがとうございます。いやーねー、どの写真だったんだろうね。ありがとうございます。次、ラジオネームみゆうさん。ゆりこさん、こんばんは。前回のリリーズトーンから2ヶ月空いたこともあって、今回のオンエアをとても楽しみにしていました。だよね。はい。そして花子プロジェクトの活動開始おめでとうございます。犬や猫を助けたいという思いを行動に移せる皆さんは本当にかっこいいなと思いました。いや、本当ありがとうございます。まあ、花子プロジェクトはね、そうですね、確かにずっと前から何か動物たちのためにしたい、何か活動したいとずっと思っていて、それで始めたんですけれど、もうまあでもとにかく細々とでも末永く長く続けていきたいと思っています。はい。でも花子プロジェクトのね、主役は私たちじゃないんですよ。それを、その仕組みを作ってくださる皆さん、私たちがね、能動的に何かをするっていうわけでもないんです、今のところはね。その仕組みを世の中に投げかけるというプロジェクトなので、使っていただいて初めて生きるプロジェクトなんです。なのでぜひ利用してください。お願いします。はい。3枚目、ゆりこさん、こんばんは。リリーズトーン第6回も楽しく拝聴させていただきました。あ、ごめんなさい、これラジオネームまめすけさんという方ですね。はい。いつもながらゆりこさんのふんわりと優しい声とトークに癒されました。そしてゲストの安住アナとのトークがとても楽しく、私自身が言葉の美しさにこだわる方なので共感するところが多かったです。お二人の 0.5 倍速の声笑いました。ゆりこさんの 0.5 倍にした声、大竹しのぶさんに似てましたね。本当？そんな、もう恐れ多いです。そうですね、安住さんはね、本当にすごい人ですよね。いや、本当に私はもう一回来てもらいたいですね、安住さんね。うん、いろんなことを教えてもらいたいですね。いや、まあ、安住さんね、やっぱり、ね、アンテナをね常に張り続けているというね、すごさですよ。はい、そう思います。おはがきお待ちしています。この番組へのはがきは郵便番号 106-6188 J-WAVE リリーズトーンまで。読まれた方にはこの番組のオリジナルの切手、63円切手と84円切手の組み合わせでワンシートをプレゼント。とっても素敵な切手なんです。5種類ありまして、イラストを描いてくださったのは関根翔吾さんという素敵なイラストレーターさんですね。はい、ぜひぜひどしどしおはがき送ってください。はい。この後はジュジュさんをゲストにお迎えします。その前に一曲、もう私ね大好きな曲なんです。大貫妙子さんで都会。J-WAVE リリーズトーン、石田ゆり子がナビゲートしています。私がお気に入りの本を紹介していきます。はい。今回はですね、坂本美雨さんの、とっても素敵な本ですね、ただ一緒に生きているというご本です。公文社さんから出ていますが、これはですね、坂本美雨さんがですね、東京新聞で連載している子育てエッセイを一冊にまとめて、それに加えて美雨さんの生い立ちなど大幅に書き下ろしを加えた珠玉の一冊と書いてあります。これ私ね、毎日少しずつ大事に読んでるんですけど、
なんか読み終わるのがとっても寂しいなって思うぐらい、そのしょっちゅうね涙腺が緩んでしまうんですよね。坂本美雨さんの書く言葉ってなんていうか嘘がない、もう本当に心の中から湧いてくる言葉だけでできてると思うんですけど、その彼女のお嬢さん、まあ、名前はその伏せてあって、あのニックネームでナマコちゃんってね呼んでますけど、ナマコちゃんとね美雨さんの日々、本当に日々の小さな積み重ねが淡々と正直に綴られてるんですけれど、もうこのタイトル、ただ一緒に生きているっていうタイトルが表しているように、そのお母さんと娘のやり取りがね、なんていうか、ちゃんとね人と人同士のねそのやり取り、絆なんですよね。そのお母さんっていうのは、まあ、私はねあの娘子供もいないので、でも想像することはできるでしょ。親は子供によって親になるんだなっていうことをすごく感じるし、泣けるんですよすごく。こういう時間、こういう時間を経てみんな大人になったんだなと思ったり、みんな小さい頃は子供だったんだよねって思ったり、あとお母さん、お父さんと呼ばれる人も昔は子供だったのよねって思ったり、まあ、もう素晴らしい本です。本当にぜひぜひご覧ください。はい、美雨ちゃん、美雨ちゃんって私ちょっとした知り合いなんですけど、坂本美雨さんで「ただ一緒に生きている」、もう素晴らしい本です。ありがとうございます。誰も知らない世界で君と目が合った。石田ゆり子がナビゲート、 J-WAVE リリーズトーン、おはがき紹介します。ゆり子さん、こんばんは。こんばんは。この方はなんていうの、あ、ペンネーム千春さん。はい、ゆり子さんは旅先のルーティーンはありますか？私はご当地風景印とご当地牛乳瓶の撮影にハマっています。撮影？何それ？ああ、印鑑、ご当地、ああそういうのが今あるんですね。へえ、撮影にハマってるって、それを撮影することにハマってるっていうことですよね。へえ、まあでもこういうのってね楽しいですよね。一回やり始めたら止まんないですよね。いいですね。私もちょっと見てみたいな、ご当地風景印。ゆり子さんの旅先のルーティーンはありますか？私はですね、私ねコーヒーが大好きなんですよ。だからね、どこに行ってもその土地ならではの古くからある喫茶店とか探しますね。で、できればそこにね一人で行きたいの。一人で本とか持って1時間って時間を決めて過ごすっていうのが結構私はね好きなんですよ。うん、そうなの。それはルーティーンっていうのかな。はい、純喫茶巡りですね、私のルーティーンは。はい、愛さんですかね。はじめまして。ラジオから届く声のトーン、いつも癒されて楽しく聞いております。木漏れ日が美しく心地いい風に吹かれるという、これはいつ頃、5月ぐらいに送ってくれたのかな。すみません、2ヶ月も空いて、はい、いかがお過ごしでしょうか。心地いい風が幸せな気持ちにさせてくれるので、お天気がいい日は都内をよく歩いています。そこで見つけたセレクトショップ、ポスター屋さん、ピクニックのできる広場、心ときめくもの、場所を見つける楽しみもあったり、歩くことはお好きでしょうか。私もね歩くこと大好きです。というか私はね、できたらね全部歩きたいできることなら歩きたいです。私ね、そうですね、3キロ以内だったら歩きますよ大体。
本当に。で今あの距離わかるじゃないですか、すぐ。だから調べて、あ、3キロとか 3.5 キロだったら、あ、歩こうかなって思って黙々と歩きます。まあ、その時そのイヤホン持ってればあの何か聞きながら歩けるし、なくてもいろんな頭の中でこう考えなきゃいけないことって必ずあるから、歩きながら考えると大体物事はあの悪い方にはいかないっていう不思議な思いがあって、うん、でも実際そうなんじゃないですかね。頭抱えて部屋で何か考えててもあんまりいいことないですよね。だから歩きながら何でも考えます。愛さんもまたがあの歩くこと楽しんでください。はい、おはがきお待ちしています。この番組のはがきは郵便番号 106-6188 J-WAVE リリーズトーンまで、読まれた方にはこの番組のオリジナル切手、63円切手と84円切手の組み合わせをワンシートプレゼントします。はい、とっても素敵な切手です。5種類あります。あのイラストレーターの関根翔吾さんが描いてくれたあの絵ですね。リリーズトーン